それではただいまから辞事記者会見を行います。それでは辞事お願いします。皆様、こんにちは。それでは、町議の結果から申し上げます。栃木県障害者活躍推進計画第1期の策定についてですけれども、障害者雇用促進法に基づきまして、厚生労働大臣が定めた障害者活躍推進計画作成指針にのっとって、栃木県庁障害者活用推進計画第1期を策定いたしましたので報告をいたします。策定にあたりましては、各部局人事スタッフからなる障害者雇用推進チームを設置しまして検討を進めてまいりました。障害のあるすべての職員を対象にアンケートも実施し、意見を計画に反映させました。期間は今年度から5年間、内容は職員の採用、働きやすい環境づくり、職員の能力開発を主な柱として、これまでの取り組みに加えて障害のある学生を対象とした多様なインターンシップの実施や相談支援に精通した専任相談員の配置、障害特性や強み、弱みを踏まえた業務のマッチングなどに取り組むこととしております。今後はこの計画に基づきまして、法定雇用率の達成にとどまらず、すべての障害のある職員が特性や個性に応じて能力を有効に発揮できる環境づくりを推進してまいりたいと思います。なお、教育委員会や警察本部におきましても同様の計画を策定しており、お互いに連携しながら対応してまいります。その他といたしまして、年度始めでございますので、令和2年度の部局運営方針を各部局長から先ほど預かりました。重点的に取り組む各部局の事業および課題を明確にした部局運営方針を表明してもらいました。今年度は未来技術の積極的な活用など、新たな視点を踏まえた栃木創生1号戦略第2期の推進や、最終年度を迎える栃木元気発進プランの総仕上げとともに、災害からの復旧復興、さらには新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けまして、各部局が連携し協力して取り組むよう指示をいたしました。この運営方針につきましては、記者会見後会場内におきまして職員が配布いたしますので、希望がある方は申し出てほしいと思います。以上です。それでは皆様からのご質問をお受けしたいと思います。はじめに幹事社東京新聞さん、お願いします。東京新聞の小川です。本年度もよろしくお願いします。はい、お願いします。幹事社からは、大きく2つお聞きします。年度が変わっても新型コロナウイルス感染症対策が喫緊の課題であることは変わらないと思いますけれども、新たな年度です。本年度の、展望をお願いします。それともう一つは、新型コロナウイルス対策ですけれども、昨晩も、発表がありましたが、日々、状況が変わっています。知事もおっしゃっていたように、緊急事態宣言の対象地域にならないためにですね、今県として大事なこと、県民として大事なことを今一度 お願いしたいと思います。それと記者クラブ の記者会見の、形態も少し変わったりですね、感染症対策でそういうことも少しずつ行われていますけれども、知事ご自身がですね、町内あるいは町外で、気をつけてらっしゃることがあれば教えてください。はい、それでは1番目の本年度の抱負展望等についてですけれども、
令和元年の東日本台風に伴う豪雨によりまして、県内は甚大な被害が生じてしまいました。被害を受けてしまいました。今般の新型コロナウイルス感染症の流行によりまして、県民の生活あるいは県内経済が大きな影響を受けているところでもあります。進行する人口減少への対応も喫緊の課題でございます。こうしたことから今年度は豪雨により被災された方々の生活再建や公共土木施設等の復旧、中小小規模事業者の事業者や農業者の支援など災害からの復旧復興に取り組むとともに、新型コロナウイルス感染症の拡大防止と県民生活や地域経済への影響の最小化を図るべく、国や市町関係機関などと緊密に連携を図りながら全力を挙げて必要なこの3つの重点課題に取り組んでまいります。失礼しました、2つですね。そして3つ目の人口減少対応につきましては、未来技術の積極的な活用など新たな視点を踏まえ策定しました栃木創生1号戦略、この2期戦略の2期を推進して本県の未来の創生の実現を図ってまいります。2点目の感染症対策についてですけれども、4月の6日から8日までのまでに9例の感染者が新たに確認されております。本県は今般緊急事態宣言の対象区域となった東京都などと人の往来や社会経済活動などつながりが深い地域であり、心配な状況でございます。県としては基本的対応方針等に基づいて緊急事態宣言の対象区域とならないよう感染予防を徹底し、さらに医療提供体制の整備を進めるなど、県民の命と健康を守る各種対策を直ちに実行してまいります。昨日申し上げましたけれども、県民の皆さんにお願い、おとといじゃねえかこれ、おととい、昨日ね、申し上げ、お願いしたことは3点でございますけれども、引き続き感染予防の徹底、手洗いや咳エチケットに加えて3つの密ですね、密閉空間、密集場所、密接場面が重なる状況を避けて行動してもらいたいと。2点目が対象区域となった7都府県への不要不急のお出かけを控えていただきたい。3点目が食料品、日用品を必要以上に購入することのないよう冷静な対応を重ねてお願いしたいと思います。すべての県民の皆さんと事業所の方と一致団結しまして、オール栃木で全力で取り組んでまいります。私自身が励行していることは、手洗い、咳エチケット、風邪ひきやすい、体質なものですから鼻水が出ればマスクは当然かけるということで、一年中マスクは用意しているところであります。また密接、密集、密閉ですか、この密、三密を自分が中心になってそういう状態を作らないようにも心がけているところであります。以上です。ありがとうございました。はい、それでは各社からどうぞ。はい、NHK 森田さん。 NHK の森田です。新型コロナウイルスに関連してお伺いします。今知事の発言にも、昨日までに、おとといから、6日から8日までに9例の感染者ということで、ここ数日は少し感染者が増えているような印象もあります。で、内訳見ますと、年齢若い方だったりとか、東京と対象区域との往来なんかも見受けられますけど、ちょっとこの現状をどのように見られているかお聞かせ願いますでしょうか。はい、感染拡大がにつながっていかないよう、なんとかこの状態以上にならないよう願っているところでありますけれども、今日
あるいは明日の感染者の数等も考えながら、次の週末、今週末ですね、県民に何をどういうふうに呼びかけていくかということを考えていかざるを得ない状況になりつつあるというふうに思っています。東京と感染が増えている地域でもその若者の行動というところがちょっと注目されておりますけれども、この点県内はいかがでしょうか。はい、まあ、最近の感染者の方は20代30代という方が中心になって県内でも来ておりますので、若い人向けへのメッセージということも込めていく必要があるというふうに思います。日経、光月さん。日経新聞の光月です。昨日全国知事会の方で、国に対して休業補償を実施するようにと今後提言するというようなお話がありました。その件に関して、福田知事の考え方を聞かせてください。はい。まあ、外出の自粛、そしてまた3密を発生しそうする可能性のある事業所等に、事業の休止、自粛等を要請することになりますと、やはり補償というものが一体で論じられるということになります。まあ、ついてはそのスキームができていない段階で休業をお願いするというのは栃木県知事として、言いにくいというふうに思います。ですので、まあ、知事会の考え方と私も同じであると。それに関連して県内でもその今回の緊急事態宣言を受けて、例えばバス会社が再休校を受けて減便をしたりだとか、旅館の方が首都圏からもうお越しになられないということで、自主的に営業、まあ、臨時休業という形を取ったりして影響がいろいろ余波が出てきています。今後編成する補正予算ではどのような点にところに力点を置いてそういった事業者の支援をしていきたいとお考えでしょうか。まずは国の経済対策のメニューをしっかり確認して、それにのっとって、栃木県として補正予算を組み上げていくということの作業が第一だと思います。上乗せで栃木県が何かできるのかということはその過程で議論はするかもしれませんが、お約束をできるものではない。国の制度の中で救済措置などを考えてもらえればいいのではないかというふうに思います。ありがとうございます。はい、産経、山沢さん。よろしくお願いします。知事、先日ですね、コロナについて、軽症者無症状者の療養施設の確保をリストアップを進めていくというようなことをおっしゃいましたけども、現段階でどういう状況なのか教えてください。はい、保健福祉部の方には1週間2週間ほど前から同じ話をずっと伝えてきてますけれども、部としては今の対応で、すなわち検体を取る、検査をする、追跡調査をするという、まあ、そういったことに忙殺されていて、次の段階になかなか移れる体制になっていないというのが現状です。まあ、そこで、エースを20名、10名は健康福祉センター、各地区の健康福祉センターに、そして残り10名は本部、対策本部ですね、そちらの方に振り向けて、特命班のような形で今の課題などについても具体的な検討を速やかに始めるよう指示をしておりますので、自宅というのは最後の手段
まず優先すべきは公共施設あるいはホテル旅館などに隔離をして濃厚接触者を感染していない方の濃厚接触者をなくすということが大前拡大感染拡大の大前提だというふうに思いますので、先日申し上げましたようにホテル旅館組合などにもの意向などもお聞きしながら速やかに進めてまいりたいというふうに思います。ありがとうございます。確認ですけど今おっしゃったのは公共施設で使えるところはそこに入ってもらってそれが足りなくなればホテル旅館というその二段構えという考え方なのかということ、あと実際にこういう療養施設のようなものを作った場合そこでまあ世話したりとかそういうのは人的な手当はどのように現時点で考えていらっしゃるのかお願いします。東京で対応しているのはホテルを借り上げてそこに看護師を配置すると、で医師も時々、訪ねると、まあ、こういう仕組みでスタートしているというふうに聞いておりますので、まあ、同様の措置を 取らざるを得ない場合にはそういうことになっていくというふうに思います。でそれがホテルになるのか旅館になるのか、県有施設ですと青年の家3施設ありますのでそこも使えるかどうかということも合わせて検討をするよう指示をしました。はい、朝日池田さん。朝日新聞の池田です。2点お伺いします。1つは7日の夜7日の夜ですね、群馬県の山本知事が、県民すべてに対してその不要不急の外出を自粛するようにということを、まあ、求めました。で、さらに隣の茨城県では8日昨日ですね、つくばエクスプレスとか JR 東北線沿線の自治体を対象に感染拡大要注意市町村ということで10町村をですね上げ 10市町を挙げて、平日も含めて外出を控えるようにということで呼びかけました。で、まあ、栃木県は平日の外出については特に自粛を求めてはいないんですけれども、現状この2県の取り組みをどう受け止めていらっしゃるか、そして、まあ、今後、どのような事態になったときにこうした要請を栃木県も行うことになるのか、現状、お答えいただけるところで、お願いしています。はい、先ほど申し上げましたけれども今日そして明日の状況を見て判断をするというように考えております。今日明日とにわたって感染者がさらに大きく伸びていくような状況になれば当然県民に対する自粛要請ということも視野に入れざるを得ないというふうに考えております。事業者に対しましては8日付で知事メッセージを発出したわけですけれども、まあ、県民向けその中で若者も含めてですね、今日はその状況を見ながら対応を考えていきたいというふうに思います。もう1点なんですけれども、前回の知事会見でもお話になった一家族一旅行ですね、これについては、まあ、現状4月の前半は難しいということで、まあ、先延ばしになっているわけなんですけども、まあ、これを呼びかけて、まあ、県が唯一、まあ、こうコロナ対策での経済対策とも言っていいことだと思うんですけれども、これを呼びかけるタイミングについては知事は、どう考えていらっしゃいますでしょうか。現時点では一家族一旅行を呼びかける段階には至っていないというふうに思います。教育委員会の県立学校が22日、2週間後ですけれども、
その辺の時点でどういう状況になっているかを考え、その後はゴールデンウィークに突入していくわけですので、ゴールデンウィークの経済対策が可能な状況になるのかどうかということを今後見極めていく必要があると思います。ありがとうございました。共同森谷さん。共同通信の森谷です。よろしくお願いいたします。新型コロナの関係で、SNS を使ったその首長のですね、情報発信のあり方についてちょっとお尋ねしたいんですけれども、SNS、インターネット その SNS とかではですね、その感染者とか検査のあり方をめぐってですね、まあ、不正確なものを含めていろんな情報が出ています。こうした中で、その首長がですね、感染の防止対策とか、感染の状況などの情報をですね、まあ、SNS でこう発信したりするケースが見受けられます。特に北関東の他の2県では知事がツイッターとかで発信してたりとかですね、まあ、県内でも那須塩原の市長が積極的に情報発信したりしています。知事はこうしたその SNS を使った情報発信についてどのようにお考えになっているのかというのが1点と、まあ、知事になんかそういうアカウントがないように思われるんですけれども、ご自身でなんかそういう取り組まれるお考えがあるかどうかお聞きします。必要な情報は提供させてもらっていると、私ないしは各部局ごとにですね。でこれ以上必要とするならば、会見の数を増やすことも幹事社と相談して決めていきたいと思いますし、それでも足らなければツイッターなどを活用するということも当然視野に入れていきたいというふうに思います。他にございませんか。よろしいですか。ああすいません、神月さん、はい、何度もすいません。ちょっと古いことの仕返すようなんですけども、7日の夜に、県立高校の再休校というのを発表になられたかと思うんですけども、6日に政府の方がその緊急事態宣言の意向を示して、でもその時点で県内の市町市町によってはまあ、公立小中の休校を決めてたところもあると思います。もっと県として早く決断を出して、市町も判断が出しやすいようにっていう配慮ももしかしたらできたのかなと思ったんですけども、その辺の判断のタイミングっていうのを今、知事は改めて振り返ってどう考えてらっしゃるでしょうか。6日の本部会議を開いて会見ということは当然視野に入れましたが、7日に宣言で8日から実行を伴うと、こういうことになったので最終確認をして対応策をそれまでに考えて、考えたものを総理の会見なども聞いた上で本部会議で決定するということの、そのことの方が全体として正確な情報、正確な取り組みを各市町にも県民にも出せると、そういうことから1日ずらして会議を開いて公表ということにいたしましたので、まあ、確かにそう言われれば1日遅れたかもしれませんが、内容については間違いないものが翌日の方が出せたというふうに思います。情報収集も1日の間できたわけですので、学校だけのことを考えれば今のご意見は正しいかと思いますけれども、学校だけではないので全体をトータルして適切な判断をしたというふうに思います。ここだけではないというのは学校以外の何を考慮されてということなんでしょうか。集会の持ち方とか、イベントだとか、イベントね、はい、イベントの持ち方とかですね、今まで七時待ちにお願いしていたものとはまた別な対応策を発表しましたので合わせて、教育委員会関連も含めてということで、確実なものをまとめて出したということです。承知しました。ありがとうございます。じゃよろしいですか。はい、下野山崎さん。下野新聞山崎です。よろしくお願いします。先日宇都宮市のマニーさんがですね、高根沢町のキリンビール
旧栃木工場の跡地をですね取得するということを発表されました。キリンビール栃木工場さんが2010年に撤退して以来、まあ、10年来の課題だったものがですね解消するというような運びになりまして、最近新型コロナウイルスの感染症の拡大ということで、非常にちょっとこう沈み込むようなニュースが多い中では非常に明るい話題だったのかなと思っております。先日知事からもちょっとコメントは頂戴してはいるんですけれども、改めまして知事としてこのニュースについてどんなふうに受け止めていらっしゃるかをお聞かせいただければと思います。はい、キリンビールが撤退をしたと、これは残念な出来事でありましたが、今回その跡地約29ヘクタールですか、この利用について手術用縫合針等の医療機器で世界的にも高いシェアを誇ります世界に冠たる栃木県の老舗企業が創業の地高根沢町に立地するということは大変喜ばしいことだというふうに思います。マニー株式会社の発展をさらなる発展をお祈り申し上げたいと思いますし、本県産業あるいは地域経済の発展にも貢献をさらにしてくれるものと大いに期待をしております。本社も宇都宮に置いてあるものを今度は高根沢町に移すということになりますのなるそうでございますけれども、創業の地に戻るということも高根沢町民にとっては大歓迎ということになるはずでございます。県としても進出が円滑に進むよう町と連携しながら対応してまいりたいと思います。よろしいでしょうか。はい、それでは以上で知事記者会見を終了します。ありがとうございました。